日はなんと、私の10枚目のオリジナルアルバムオーロラのリリース日です。イエーイ。今日はまあ10枚目のねオリジナルアルバムっていうこともあるので、スペシャルな回にしたいなと思って、なんとスペシャルゲストをお呼びしたいと思います。ハラミちゃん、まあね、この間あの焼肉の会も、ね、一緒にハラミも食べて、実は そんなね、まあ、ハラミちゃんは今回のアルバムに1曲参加をねしていただいてるんです。そう、スウィーテストクライムという曲を、はい、まあ、一緒にね、はい、ゼロから凌介さんと、そう、はい、今井さんと3人でゼロから一緒に作った楽曲を、はい、まあ、今日はリリース日なので、はい、生のハラミちゃんの演奏を聴いていただきたいなと思いまして、これはね今日はお客さんは知らないんです。あ、サプライズで、サプライズ、もう私だけだと思ってるから、これはもうちょっと楽しみ、今日みんなどんな反応なのか、はい、はい、まあ、今日はちょっといろいろ小芝居も小芝居あるんですよね。大丈夫かな大丈夫だよ、だいぶさっきざっくりの打ち合わせをいただきましたけど、はい、楽しみにしてますよ、はい、頑張りますよし、じゃあ気合い入れていこう、はい、行きましょう、 Let's go。 いやー、10年ぶりですよ。懐かしいです、ここは。正直、すごい懐かしい。新曲、披露するって初めて。あの、Burn って曲を歌うのと、あと、Sweetest Crime を、まあ、ハラミちゃんと一緒に歌うのは、今日初めてです。だからね、何気に緊張してんですよ。で、ハラミちゃんの、ハラミちゃんのサプライズもあるでしょ。もうドキドキばっかりだよ今日。どうしよう、大丈夫かな。間もなく呼ばれますよ。間もなく、はい、はい、それではですね、大変長らくお待たせの方いたしました。皆様どうでしょう、心の準備の方できてますか。それではですね、ご登場の方いただきたいと思います。盛大な拍手を持ってお迎えください。明治さんです。こんにちは。Oh, yeah.
バレるのかバレないのか。雨が。最近雨女かもしれない。じゃあちょっとね、ピアノが今日あるので久々にね、ちょっとじゃあスタッフさん一緒にお願いしていいですか。あ、やばいやばい。はい、あ、座るんですか。It's funny.
思ってましたよ、今。あのさ、何このアレンジ、何この素敵。いやいやいや、姉さんこそ。皆さんどうでしたか？すごかったですね。永久保存版です。楽しかったし、こう夢がやっと叶った。嬉しい、嬉しい、ありがとう。じゃあね、はい、あの今回のちょっと来ていただいた理由がありまして、はい、なんとこのアルバムの中で一曲コラボしてるんです。そうなんです。そう、ちょうど私が去年、うん、出産をする本当に直前までこの曲を作って歌ってレコーディングしてたので、はいはい、もういろんなこう思いがね、この曲には詰まってます、はい、でもあのこれから出会う大切な人のことをこう思い浮かべながら、どんな未来が来たとしても、うん、一緒に大切に一歩一歩こう歩んでいきたいっていう、そんな思いを込めた、はい、楽曲です、はい、今日は、はい、これも初めて、はるえちゃんと一緒に披露したいと思います。ピアノバージョンでお届けします。よろしくお願いします。
すぎた。いや、すごかった。本当にもう感動した。歌いながら素敵なピアノすぎて、あの新鮮、すっごい新鮮だった。なんかね、柔らかくて力強さもあるんだけど、なんかね、エルサの気持ちがよりすごい現れてる。嬉しい、めっちゃ感動した。嬉しい。ツイテストクライマーリハの足でいきなりですよ、ピアノのみって普通だったらできないんです。嬉しい、ありがとう。本当に嬉しかった。いや、もう呼吸でというか、ね、もう今メイさん来てって時にちょうど来てくださって、なんかもうプロやって当たり前だけど、いや、もうさすがでした。本当にありがとう。ななみちゃんでした。ありがとうございました。